Frightful Stories at Frightful Nights 世にも恐ろしいルネサンスの話広ロシ浜松ジャパン皆さんはルネサンスについてどのようなイメージを持っていらっしゃいますかルネサンスというのはどんな時代であったのかもう一度考え直して 見ませんかアインシュタインはその答えを知っていました。ここに一つの物語があります。美咲大井さん、大井美咲さんがですね、えー、こんな写真を一枚送ってくださいました。 ダヴィンチの弟子が書いたということになっていますが、ダヴィンチ自身が書いたのかもしれません。目のあたりの様子が大変よく似ています。で、これをラ・ジャコンデと比べてみますと、なんとなく、なんとなく、不気味ですね。しかし、それだけではなかったのです。多分、大石さんも気がついていらっしゃらなかったと思うんですけども、 この大井さんの送ってくださった写真の、まあ、男性ですね。乳首が4つあるんですね。端の方に2つあって、そして真ん中の2つがですね、やや見にくいと言いますか、薄い感じですね。まさにルネサンスを象徴するかのような絵だと私は考えています。そこで皆さんは自分自身に問うてみてください。あなたの常識とは何か。 次のビデオを見てくださいますとその常識がわかると思います。Thank you very much。恐ろしい夜の恐ろしい物語です。Hello, this is Hiroshima, Japan.Today's、uh, story is about again dreadful painting of Raphaelos, fake structure of Renaissance.In Japanese, 世にも恐ろしい Raphaelos の絵 ルネサンスという虚構について話します。これは補足版です。森本さんの方からですね、あの補足してくれということですので補足しておきます。ここにあの絵が書いてあるんですけども、この絵をですね、逆さまに見てほしいということなんですね。A と B としておきます。A の方を見ますね。でこの A の方を見ますと、えー、こういう絵が書いてあるんですけども、これを逆さまにするとですね、 別の絵が浮かんんででくるんですね。こうした隠し絵手法というのはラ,ラファエルには特に多く見られます。でこれを見ますと何かしら変わらしいものが浮かび上がってくるわけです。不気,不気味な顔ですね。そして B の方もです、ね、あの同じようにこうあの逆さまにしてみますで。ちょっと明るくして。 そして、まあ、ちょっと見るとこ何かしたら人間が描かれているかのように見えるんですけども、逆さまにすると目のつり上がったエイリアン風の像、まあ、が浮かび上がってくるわけですね。まあ、これはまあちょっと厳しいかなという部分もないわけでもないんですけどもあの、こうした隠し絵が仕込んであるわけですね。まあ、と言えるかどうか、まあ、皆さんの判断に任せます。でもう一つ、ここにねあの私見落としたんですけども、中央文にですね、 弾丸のようなもの飛んでますね。これ、シューッと飛んでるんです。わかりますかもう一度やっています。シューッと。これ私にあの、私、えー、の中の絵の具の失敗かなと思ったんですけど、ちゃんと雲は書いてありますね。そういえば。そして、この先を見てください。えー、1、2年前にあのロシアの現れた UFO の形、そっくりですね。これ、あの先がちょんと白くて、そして周りが太くて。はい。 とというこはあのロシアの UFO は本物だったということになるわけですね、そしてこの光線を見ていただきたんですけども、森本さんはここに7本の線があるという,ふうにおっしゃいますで、確かに数えてみますと、7本らしい点ですけど明らかにあから,あからさまに7本書くことは許されなかったんですね、7本の光線というのはミトラ教のシンボルですから。 それはあとでもう少し詳しく述べますが、ですから7という7本の線をですね巧みにまぶしながら7本表していると。でも、まあ、ついでに言っておきますと、このイルカがここに書いてあるんですけど、あのイルカの目というのは私は、水族館で見たことありますけど、こんな不気味じゃありませんよ。あの優しい目してるんですよね、あのイルカの目というのは。であの確かにあの黒い眼球は大きいんですけどね、しかし真ん中にあの日本人間でいう <laughs> あの瞳のようなものがありますからね、瞳というかあの、はい。 でこれまあ、右が本物のイルカの絵ですけど、まあ、見るからに優しい目してるんですね、まあ、ちょっと怖い感じがしますけど、大きいから。あの馬もそうなんですよねあの。このラファエルの馬は真っ黒,く真っ黒の目をしてますけど、なんか黒くして不気味にしてあるわけですね。で実際に馬の目というのも皆さんご存知のように優しい目してるんです、見た感じはですよ。 こんな恐ろしい印象は与えないんですね。で,では、あえてラファエルはこういう恐ろしい目を描いたんですね。右の方が本物の馬の,あの目です。で、もう一つ、あのまあ、ここにですね、あのえー、この、まあ、誰でしょう、マリア像だと思うんですけど、ここにね、ありえないもあの、いわゆるその十,字十字架がキリスト教のシンボルであるように、ここにね、アンククロスが書き込んであるんです。 ごめんなさい。アンククロス。これはエジプトのね、あのまあ,あ,あのなて言いますか、聖なる、えー、なんて言いますか、象徴なんですね。で、どうしてこういう京都のあのアンククロアンク十字をね、あのここに書き込んだかということなんです。言うまでもなくラファエルもアンチクライスト、反キリストだったんですね。当時はですね、もう命がけのこあの 活動だったと思いますよこんなのばれたらね、即処刑されたと思いますよ。あのミケランジェロもそうなんです。まあ、続く後の方でミケランジェロの謎についてのビデオをお見せしますけれども、えー、命がけで、みんな命がけでね、なぜ命がけになったかというと、それだけルネサンスというのはあー、私たちが思っているほど明るい時代じゃなくて、まさにキリストづくめの暗黒の時代であったということを、こうした事実は示しているということです。では、続くビデオをご覧ください。 Hello, this is Hiroshihayashi Hamamase de Japan and Satoshi Morimoto.Mystery、uh, of Raphael Santee Why did he paint such strange paintings? This is a story about it.In Japanese、uh, Morimoto Satoshi さんですね、ラファエ a e まの、あ、描いたあの絵の中でね、怪しいのを集めてほしいというふうに依頼しましたところ、uh, Morimoto さんが調査しました。 いいうかあの調べてて私に送ってくださいましたでその中の、えー、十数枚を今日これから紹介しますがおかしいですまず第一にこの一番目の絵はですね、えー、森本さんがおっしゃるには黄色の老人が不自然であるとで誰かの肖像があの胸に描かれているようだとで右の太ももがおかしいですとかっていろうんうなことをおっしゃったわけですねそれから画像を逆さまにしてするとですね老人が右に向くとその時にまあ 目がつり上がった顔のような胸をかび上がってくるということをおっしゃいましたが、まあ、その最後の部分、ちょっと私、あのよく分かりませんでしたの、ね、で、分かった部分だけ、まあ、あの皆さんにお知らせしますと、ですねまずこの絵というのは奇妙奇妙なんですね、この白いところにです、ね、子供か大人か、は多分子供だと思うんですけど、このようにね顔があの薄く描いてあるんですね、一見するところ見えないんですね。おそらく小さな、まあ、小ささなかあの 本なんかに紹介されたので、これ見えないと思います。左の上にありますね。こうした顔がですね、あの書いてあるということですね。それから、えー、この肩のところにですね、まあ、見えますかね、えー、ここにですね、顔が真ん中にあの彫り込んであるんですけど、この、えー、顔がですね、角があるんですね、こういうふうに、奇妙な。 いわゆるその隠し絵なんですね。ラファエルの絵はこういった隠し絵、隠し絵が至るところに見られます、まあ。例えばこの人もそうなんですね。ここにもありますね。そしてこのぼやぼやぼやとしているのは雲ではなくて、実は人の顔なんですね。で、この二人がですね、白けた顔をしている。しかもその羽が黒いでしょう。で、ラファエルはですね、まあ、いわゆるその、黒い羽と白い羽を,羽をですね、巧みに使い分けてますね。で、枚目の絵がですね、これが背景に子供の顔があると。 で左下の緑の人の手に聖魂があると。ということは、隕石のようなものがあるということをおっしゃったんですけどもあの、隕石はちょっと確認できませんでした。でここに確かに顔子供の顔の絵が隠されてるんですね。で、ここに聖魂があると。っいうことは、これ、イエス・キリストということになってしまうんですけどもね、イエス・キリストにしては少しこうなんて言いますか、はい。というような絵なんですね。で、ここに聖魂があるわけです。 とということなんですねでえ。次の絵はですね、あの子供の、えー、天使の輪がですねあの、十字軍の十字って似てる,似てるんだけど、これはどうかっていうことなんです、ね。確かにその通りなんですけど、も、これにどういう意味があるか私には分かりません。あの皆さんの要検討課題ということにしていきます。それから、この実がの十,字の十字のね、この何て言いますか。あの 旗があるとそれからルーペのレンズが、ね、目のようになっていると、この2箇所をここで指摘なさいましたね、してくださいました。で、ここにやっぱりこの白地に十字の,あのマークが入ってますね、旗というか。 十字句の,もあのマークだいいうふうふに森本さんをおっしゃいますけどもそれから、あのルーペなんですね。確かにルーペ、これ、やっぱりおかしいわけでして、というか、こういうものかなと思ってみるんですけども、これ、あの、角度を変えて動か、まあ、動かして角度を変えてみますとですね、えー、確かにこの目らしきものがこう浮かび上がってくるわけですね。まあ、これも隠し絵なのかなという、ちょっと厳しいかなというところなんですけども、隠し絵といえば隠し絵、目のような感じはしないでもないです。 でから次の、これがね、あそうそう、この人を見てくださいね、影に隠れて薄くって見えませんけども、この人は明らかにあのこちらを見てますね。で次の絵はですね、あの服を着てないのにね、服を着てるような感じの絵が描かれていると。 あの時々あ先も話ちょ話と戻っしますけど時々あの視線がこっち向いている絵がラファエルの中にあるんですよ。この子供なんですね、あの服を着ていない、それからここに真ん中にねあのマリアだと思うんですけども、も衣服を着ている、これはまあおかしいと、まあ、こ子供がねおかしいんですよね、このなんかこう、金線が通れていないというか、腹がポテンと膨らんでいるというかね、そしてこのマークなんですね。これああの、えー、あの このマークなんですね。エジプトのマークなんですけども、えー、これがですね、あのーまあ、いわゆる異教徒の、なんて言いますかね、十字なんですね、これ。あのー、こういうものが書き込んであると。有名なマークですけども。で、これがですね、えー、っと、このキリストの、キリストだと思われる人なんですけど、抱かれて降りてくるんですけども、あのー、 いくつかの点で決める点があるんですね。で、まあ、これはイエス、キリストだと思うんですけども、えー、赤い服の人の、まあ、これキリストだと思うんですけどもね、またこっち向いてる人がいますね。あの、俺はあなたを見てるぞって、I m watching you ってな感じでね。で、私はこの向こうの遠くのこの山がね、なんか人間の顔のように見える,見えるんですけども、まあ、これは私の思い過ごしかもしれません。なんか肩があってね、腕が折られてますけども。 それでその次の絵なんですけどもこの絵,が絵の中にですね、えー、タコを、まあ、あのイルカの怪物がですね、タコを食いちぎって、まあ、実にこの絵は出てちょっとあのあの他の絵とは全く異質の絵です。ここにイルカが隠れてるんですね。で、ここにこの人の足がねもやもやモヤとこうなんとか、あのちょっと、ちょっと気味の悪い絵です。これイルカがですね非常にこうグロテスクなイルカがですね下でタコを食べてますね。そのの、イルカを操って、まああの 美しい女性がその海の海上を立っているわけですで。それに対して今度はですねあのそれが逃げようとしているのかその人のああそうそうこの人の、ね、蛇の体しているんですよこう、ぐーと大きな蛇ですねそして向こう尻尾伸びているそしてこの人の足からはですねあの毛のようなもの生えているそれから向こうはあの体下半身が馬なんですねこれ。というまあまあちょっと ええええですね。で上の方に子供がですね、あの体がない子供は雲に隠れた形になってギロッと睨んでる。 そしてこの馬、ここのの向こうのその向こうの人は、ですねあのちょうど胸あたり胸の下あたりから水に沈んでるんですね、これ、水がかかってますから、その手もそして上の方に黒い羽をしたエンジェルと、で下の方に白い羽をしたエンジェルが、あなんかこう、戦っているという感じの絵なんですね。そして、そのに抱きついてる人の体を見ますと、やっぱり、むにゃーっと蛇のような体になっている、まあ不気、不気味な絵ですね、はっきり言いまして。そして、この次の絵なんですけども、えー こののの中に人の顔が見えるかかりますか皆さんあのちょうど中央の暗いところです。普通じゃこれ見えないですよ。おそらく、えー、どうなんでしょうねあのがあの。画廊で見ても見えないと思いますね。ここなんです。で、これを画像処理しましてですね、明るくしています。あの徹底的に、まてか明るくしていますと、人間の顔が浮かび上がってくるんです。わかりますかほら。そしてこっちをじーっと見てますね。 これはね、ちょっとやっぱり不気味で,不気味ですねあの。見えないだけに不気味です。どうしてこの絵が描けたかという問題もあるんですね。そしてみんながですね、この女性顔と男性か分かりませんけど、指さしているんですね。という絵なんですね。そして向こうに見えるこの建物がですね、なんていうかな、その当時のこんな建物があったのかなと思うようなあの建物がずらっと並んでるんですよね。 あのプーマープンクの建物にというような感じがしますけども、壊される前に、そしてその向こうには、こんな形相の女性なんでしょうか、男性なんでしょうか、もう全顔中に恨みをもうね、溢れ返ってあるんですよ、でこの絵も、まあ、あのおかしい点があるんですね城が、森本さんがおっしゃるには、城が水没しているとおっしゃるんです。 今日のビデオはですね、森本さんのアイデアをもとに、私のアイデアを少しだけあの紙させて作らせていただきました。確かに城が水あ沈んでますね、水の下に。なんでこんな絵を描いたんでしょうってことになるわけですけどね。それからあの森本さんがおっしゃるには、子供、左の子供がね、全体なんかこう薄い膜に包まれたような服を着てると。確かにあの拡大していますと膜に包まれている感じがします。僕はちょっとそれをお見せしますが。 ここなんですねなんか、まあ下の方はこの背中の方にもこう薄い布が掛けてあるのかなっていう感じがしますがね、やっぱりこの,おはおあのお腹がですね <laughs> 大きくて、ですねなんかこれもねなんかこう,こ、ね、かこうストッキングのようなものかあのかぶっているような感じがします。そ、え、れ、ー、から、これも絵はですねこの女性の耳がまあちょっと不自然だとっていうことを指摘してくださいましたので、耳だけをまあ少し拡大してみますが、まあ、おかしいといえばおかしいしというところですね。 まあ、ラファエルにしては、まあそまあ、ちょっとこうね、ふのタッチを間違えたような絵かなという感じがしないでもないです。で、この絵もまた奇妙な絵なんですね、あの主人公の女性が雑すぎるとで、椅子の方向がちょっとおかしいということをおっしゃったんですけど、この上の女性をっていか、天使と下の天使を比べたときに、私、上の天使を見たときにです、ね、ミケランジョロの描いたその天使を思い出したんです。 この雰囲気が似てるんですね。下の,方が下の絵が見ケられジるんですけども、こう空を飛びながらナイフでね、あのー、誰かを突き刺している絵ですけども、そういう絵なんですね。でこ,のこの人もまたあなたを見てますね。私はあなたを見てますよ。なんてね、そんな雰囲気の,あの絵なんですね。そしてこの黒い羽根、下の子供は白い羽根、何かこう、うまくっていうか、何か意味を持って使い分けているようにラファエルは思います。そそしてその この絵なんですね。この絵はですね、よく見てくださいね。よく見ないと分かりませんから、中央に、ね、男の人が立っていて中央右寄りですで。この人の体とね、その下に足があるんですけど、ね、一致してないんです、確かに。これが足なんですね。いいですかこれよく見てくださいよ、えー。ここに足があるんです。でこの足は誰の足かということなんで、膝があのぐにっと回っているの分かりますね。と誰かわからないんですよね、この足が。 で、上の人の足を、上には一つしか人間いませんから、上の人にしはおかしいと。さらにその向こうにはですね、馬に乗った多分誰が兵隊が誰かにゾロゾロゾロ連れてかれて、あの、処刑場の方へ連れてかれる絵ですね。で、くまれ、すめ。 立ち止まるあー歩けーとかって、まあ、言われて、命令されその後に何かをうなだれた人たちが処刑場へ向かう絵が描かれているんですね。どうしてこんなあの模様を描いたかってこれがね私、後でもう一度説明しますけれども、森本さんから情報をいただいた中で最大の謎を含んだ絵なんですよ。でそのまあ、あのこのれはどうしてあの最大の謎かというと、ですね、まあ、あの上の方にあに現代子を思わせる子どもがいるっていうんですけども、 さあ、このめ足を見てください。これはね、あの3本指の、ね、足なんです。それも茶色で、あの後で、てか、これから見せしますが、こ見えますかあの ?3 本指が出てるの見えますかあのちょうど板、台の上に乗って、これあの、指の先に爪が出てるの、分かりますね。指があって、ちょうど矢印で隠れましたけども、その爪が上が指が3本で、爪が出てるんです。これはね、リリトの足なんですよね。そっくりなんです。リリトすなわち悪魔の 悪魔なんですね。キリスト教側が言う悪魔なんです。これがルシファーの妻なんですね。リリトなんです。いわゆるルシファーというのは666の、まあ、悪魔中の悪魔なんですよね。まあ、それを詳しく後で申し,、まあ、申し上げます。これがなんかバイキングの,あのヘッドのような感じがすると森本さんがおっしゃいます。なるほどね。バイキングの船のような感じもするし、誰かの顔もしたのかもしれません。 でこの人たちをよく見ると、まあ、この絵の中でね森本さんが指摘してくださったんですけど、この絵が、ね、遠くに見えますけども、も拡大してみると、なんか UFO のように見えると、まあ、そういうふうに見ようとは見えるしね、ね UFO のような感じがしないでもありません。でさあこの今度はその次の絵なんですけども、もこの絵もまたあの、まあ、奇妙というか、ラファエロの,あの大変な謎を含んでいる絵なんですね。 どこが不、ね、自然かというと、7本の霊、光が出てるんですよ。7は、ね、実はミトラ教の,あのあ光線なんですね。自由の女神はあのシーフリーメイソンが、 作ってアメリカに送った像なんですけど、やっぱり7本なんです。そして、ですねこの絵をよく見ていただくと、こんな子供にね、あのひび割れがいっぱい書いてあるんです。で私はこれがあの絵の具のひび割れかなと思ったんですけどそうではなくて、意図的に書かれたひび割れじゃないかと、まあ、絵だけでは分かりませんがね、じゃないかと思うんです。そして、ここにまた同じような絵があるんですけど、ここの 2, 人2つの像が、まあ、どうも奇妙だとおっしゃるんですね。これは確かにあの非常に奇妙な絵であることは事実です。 このにんまりと笑ってるねあの、楽しそうに笑ってるんじゃなくて、にんまり笑ってるんでもないのかな、なんとなくこう,そう,あのこうしたか顔でね、そこにね、またね、このサソリが書いてあるんですよね、これ両側に。まあ、もう少しいい画材を選べばいいと思うんで、すさあ、この絵もおかしいといえばあの、えー、羊がですね、えー、人面羊だと。これは誰かがね、誰かの顔を文字て書いた可能性はあるんですね、ラファ,ラファエロが。 あのまあ、自分の嫌いな人をここに書き込んだという可能性もあるんです。まあ、どう見てもこれ、人面羊ですねだ。どうしてこんなものを書いたんでしょう。羊といえばねあのキリ、カトリックのシンボルですからね。さあ、今度のこの絵も決めるんですよね、4人の,、ね、あの楽団がです、ね、踊ってるんです。あのちょうど踊って、楽器を鳴らしている少女たちが4人いるんですよ、左の方から。ところがね、その4人のうちね、この3人がです、ね、目が真っ黒なんです。 4人いるんでしょうそしてこれはみんなのト,ラトライアングル持ってるタンバリン持ってるんですけど目が真っ黒に描かれてるんですこの人もこの女の子もそうですし3人ここでは3人とれんこの子も目が真っ黒に塗りつぶしてあるんですでほん上の左はやや白目が見えるかなっていう感じですこの子も目が真っ黒なんですねそしてそれをですねあの後ろからやってきた兵隊がそれをひと目をする,するんですね やめようとめさせようと、それに対して人男はね割って入って、邪魔するなーって言ってるシーンですね、これは。兵隊がやめろーって言ってる、それに対して男が邪魔するなーって言ってる。で右にいる子どもは怯えてますね。楽団でみんなが楽しくそうに踊ってるんだから、笑っていいの、ね、に。左にいる人もその騒動を見て驚いてますね。これがラファエルの絵なんですよね。何かをラファエルはこの絵を通して私たちに訴えようとしてるわけですね。さあ、今度はこの絵なんですけども、まあ、 まあ、森本さんがおっしゃる7本の線だった、確かにまあ7本の線ですけども、そう、7本とも言えないという部分もありますけどね。で、ここにもね、やっぱりね、先ほどと同じように、一見見ただけでは分かりませんが、顔が彫り込んである。そしてこの馬の顔はですね、実に、まあ、不気味な顔してますね。ここにね、一見見る見ると雲のように見えるでしょ、しかしよーくね、あの色をか、あの明度を今度逆に落としてみるとね、落としてみるというか、その、コントラストを強くしてますと、顔が浮かんでくるんです。そしてこの馬がですね、やっぱり目が真っ黒でね。 生まれての人を瞳は大きいんですけども、こんな真っ黒にはならないですね。黒目なんです。そして、その、なんて言いますか、あのガーッとこう、牙をむきバーっていうか、歯をむいて、苦しそうな感じで、空に向かって叫んでるっていう感じですね。さあ、皆さん、こうしたラファエルの絵を見られて、どういうふうに考えられる、思い生まれるでしょうか。 まあ以上は森本さんが指摘して,きてくださいましてあの、森本さんどうもありがとうございました。あのだけどね、森本さんが今日発見したくださった中で最大の謎は実はこの先ほどちょっと言いましたリリトなんです。ここにね、先ほど言いましたように足が写り込んで書き込んであるんですね。3本指のあー、その上の女性だと思うんですね。これは女性の足がここにあるんです。これは3本指なんですね。 もう一度あの拡大していますから、よーく見てください。それで今度明るくしていますからね。ここに3本指があるんですね。そして爪があるんですよ。向こうにもあると思うんですけどね。あのよく見えません。3本指なんですね。そしてその爪まで書き込んであるんです。爪わかりますかね。で、これが、あのまあ、 リリトの明日ということは、ですねもう一つのリリトの絵を見せますが、これはあのリリトというのは悪魔中の悪魔でとしてね、アラブやペルシャでは、リリトというだけでみんな振り上がったぐらい恐れられたあの魔女なんですでこの。なぜリリトが問題かというと、ですねリリトは実は、ね、ルシファーの妻なんです。ルシファーということは、まあ、あの天,天から追放されて悪魔中の悪魔ですね、あのいわゆる666のいわゆるあエクソシスに出てくるような悪魔なんですよね。 ルシファーのつもともとルシファーというのは前天使の長であったんだけども神に逆らってあの楽園を追い出されるわけですねルシファーなんですそのルシファーが、まあ、いわゆる、まあ、キリストカトリックキリストが教が言う悪魔となるわけですしかし、まあ、これはあのミトラ教ではあのケラブって言うんですけどねあの全然悪い人じゃないあの大工のベートーベンの大工の中でもケラブは歌われてますから ところが、キリスト教側では悪魔中の悪魔になるわけです。いわゆる、まあ、サタンですね。その妻のリリトの足が、その絵の中に書き込んである。これはどういうふうに理解したらいいのかということになってくるわけですね。まあ、それについては後日の検討課題ということにしますが、森本さんどうもありがとうございました。Thank you very much for watching. Bye.